皆さんこんばんは幕クガイバーの小部屋へようこそいつもご視聴いただきましてありがとうございます、えー、また初めましての方どうもありがとうございますどうぞよろしくお願いします、えー、本チャンネルは、えー、毎日投稿しておりまして今は23時30分からお送りしております、えー、また目的がありまして台本なし編集なしの一発収録でお送りしております、えー、そのためお見苦しい点灯はあるかもしれませんがどうかご容赦ください はい。それでは本日のテーマですけども、特撮です。ご紹介する内容は、初代ウルトラマン。そしてご紹介する品物は、こちらと。ちょっと見えないですね。えー、これ後にしましょう。<laughs> 失礼しました。はい、えー。こちらですね。こちらですね。はい。えー、こちらがですね、えー、バンダイさんからですね、1998年に発売されておりました、えー、特撮ギャラリーというものになります。はい。 では、よろしくお願いします。えー、今ね、あの、こ流れておりますけども、こちらが初代ウルトラマン、そしてゴモラとの一戦をジオラマ化したものいうですね。はい。で、えー、これまた後でちょっとご紹介するとして、こちらがその商品になります。はい。えー、こちらご存知でしょうか。まあ、この、えー、中にですね、これが入ってるわけなんですけども、でですね、えー、まあ、こういうね、あの、こんな、 カバーにね、入ってるんですけど、ケース、プラ、あの、何ですかね、樹脂のケースに入ってるんですけども、囲われてね。で、親切なことにこういうね、背景の紙まであるんですよ。これいいですよね。ちゃんとわざわざ、こうね、一枚一枚違うのかなって思うぐらいこうやって書いてますけどね。はい。で、えー、その、まあ、商品でして、えー、こちらが、えー、特撮ギャラリー、ウルトラマン対ゴモラ。で、ウルトラマン03ということで、えー、っと、ウルトラマンから、えー、6個。 そして、えー、ウルトラセブンから6個ということで、計12個確か出ていたはずです。で、まあ私はウルトラマンをね、とりあえずずっとあのご紹介してるんですけども、バルタン、レッドキングとここまで来て、えー、第3弾がゴモ、えー、ラということになります。はい。それ以外にもね、ゼットンとか他にもあるんです。ジャミナとかも確かあったと思うんですけど、まあそのあたりをまたね、ご紹介したいと思います。はい。えー、これがですね、当時価格が1500円。 どうでしょう ?1500 円でこの感じっていうのはどういうふうに皆さん思われますかね対象年齢が15歳以上ということですね。で、えー、このね、まあ、シールがついていて、認証のシールですよね。で、中国製ですね。はい。まあ、あの、これを見せして、あっと思われる方は多いかと思うんですけども、あの、ウルトラ怪獣メーカーの言えば、走りですよね。まあ、これが先駆けになったものかと思います。で、えー、データが書いてあって、側面ですね。 そしてこの背面にはこのような情報が載っているということですね「えー、古代怪獣ゴモラ」第26話、27話ですね「怪獣殿下前後編」より「ウルトラマン」は昭和41年7月17日から約8ヶ月間放映され現在もなお巨大ヒーロー特撮番組のパイオニアとして変わらぬ人気を博しています。本品は その中でも人気エピソードの一つである第26話、27話、怪獣殿下、前後編よりウルトラマン対ゴモラの人を着色、ごめんな着、これは着サイズ味でいいんでしょうかね。ジオラマベース付き完全ディスプレイモデルで再現したものですということですね。はい。でね、付属品まで付いててね、本当これね、好きなシリーズなんですけどで、まずカード出すというのがね、これなんですよね。これ。これがね、それぞれ入ってるんです。これあの 中,中古リサイクルショップとかでねあの皆さん注意してくださいねこれがね入ってないことが多いんですよこの2枚はいあのまあ外にこうやって書いてるのでこういうものが存在するっていうのは分かるんですけどね結構ねこれがないことが多くでこれがカードダスですかねはいデータが載ってるということですねはいで古代怪獣ゴモだと長い眠りから覚めたゴモラザウルスを万,博万国博覧会に 出品するため、カトク隊は怪獣空輸作戦を決行することになった。その途中、麻酔が切れて2万メートル上空から落下したゴモラは不死身の大怪獣となるということですね。はい。うん、というとそして、えー、このまたね、解説書が素晴らしくて、はい。これね、まああの、ずっとこう載ってるんですね。で、えー、まあ、挨拶があり、ストーリーがあり。 でゴモラはどんなキャラクターでとかね、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、その辺りはね、まあ、ちょっと細かいあれなんでこの商品のことについて書かれたものをちょっと見ていただこうかなと思いますけども、えー、商品解説レッドキングが荒涼とした火山地帯の雄ならば、えー、ゴジラは密林の王者だろう この商品は、野生と力強さが魅力のゴムラが登場したウルトラマン第26、27は、怪獣殿下前後編からゴムラを完全再現し、ウルトラマンとの死闘をジオラマにしたものである。で、場面設定としては、大阪城決戦は迷信ながら、ゴムラに尻尾がないので諦め、大阪市街地戦にしたということですね。はい。 なので話としては前後編にはなってますけども、えー、前編に当たるかなと思うんですねはいであと裏面がさらにこうコラムとかが載ってるんですけどえー、コラムここかなそうですねコラムねこれはまた面白くてえー、コラム1番組メモウルトラマンで唯一の前後編である怪獣殿下は朝日放送の全面協力で大阪ロケを観光した対策だった はじめとしても自信があったのだろう1967年の夏休みに東方系で公開された円谷監督作品の編集版「長編怪獣」えー「長編怪獣映画ウルトラマン」では物語のクライマックスに本作が使われているストーリーから分かるようにこの作品は怪獣映画の元祖「キングコング」1933年のオマージュになっているキングコングといえば円谷英二が影響を受けたことで知られる作品で長編 怪獣映画「ウルトラマン」の「平」は、えー、平」でいいですよね。えー、くしくも、うん、英治監督による「キングコング」の逆襲だった。双方が独自の「キングコング」像を描いているのが興味深いですね。はい。えー、「キングコング」の逆襲、宝田明さんですね。えー、面白かったですね。あのーね、浜美恵さんとかね、はい、出られてますよね。うん。で天本秀夫さんがいいですよね。 でコラム2と怪獣メモ、えー、成田徹のデザインプランはいつも明確でゴモラはレッドキングとは逆に頭が大きく奈良の大仏のように前傾して怪獣の表情を強調したものになった特徴的なあのゴモラの大角でいいでしょうかねは戦国の武将黒田長政の兜から来たそうだ高山良作の造形も素晴らしく、えー、そういった動物がいるかのようなリアルな表情を見せた ジョンソン島のこれは岸壁ですよね、えー、ゴモラが出現するーシーンでカシャカシャカシャと擬音が入るのは実際のぬいぐるみがまぶたを開閉させる際の仕掛けの音だった面白いですねはいところでゴジラごめんなさいゴモラのネーミングは途、えー、中でいいですかホルゴーモールから来たとされるが 過去、えー、特撮現場では敬意と愛情を込めて英治監督を親父と表彰したの実のせがれである円谷め監督の作品なので親父の怪獣であるゴジラモスララドンの頭文字を一文字ずつもらったという説はいかがだろうかこれはおしゃれですねはいというね本当にいいですねこのなんですかねホピーは大好きです ではね、中身ちょっと見たいと思うんですけどもちょっと待ってくださいねじゃこれねちょっと見てみますねはいこんな感じですね今回して回してたんでちょっと回しましょうかごめんなさいねなんせねもうこの辺りも全てもうあのあれでやってますからね脳編集でやってますんでねもう余すところなくお送りいたします <laughs> はいどうでしょう いやまあ、名シーンですよね。名シーンと言いながらも、も本当にウルトラマンがボロボロに、ねえー、なる。ある意味、前後編で言うと、セブンのキング・ジョーのお話のようにね、はい。身長は40メートルなんで、ウルトラマンと同じ身長なんですよね。だから、まああり得る大きさですね。はい、じゃちょっと近くで見てみましょうか。はい、で、これ、ちょっとあれですねこう、さっきね、改めて見てたんですけど、このゴモラの。 ゴモラの瞳がものすごくつぶらですね。なんか、ものすごく可愛い,いですね。はい。うん。というね。やっぱ瞳がこうある、黒目があるっていうのはね、生き生きしてるように見えますよね。そういう意味ではね。どうでしょう。ウルトラマンはこんな感じ。ね。で、またこのね、土の感じとか草の感じ。そしてこのビルの感じ。で、ね、ブルドーザーがこのサイズ感っていうのはどうでしょうかね。ちょっと大きい気もしますけど。 で、この、これガン、クレーンがありますね。ガンタークレーンっていうかなじゃないのかなはい。という感じでね。どうですかね。うーん。まあ、ウルトラ怪獣名官の方がより細部はなんかこう、はっきりしてそうな気はしますけど、このゴモラの迫力はかなりいいと思いますね。で、ウルトラマンこの時、確か B タイプかなですよね。B タイプだったと思うんで、まあ、つま先がちょっとこう、上に上がったりとか。 シャープな感じは表現されているのかなと思いますね。はい。というわけで、えー、本日は1998年に、えー、バンダイさんから発売されておりました特撮ギャラリー03番ウルトラマンのウルトラマン対ゴモラのご紹介でした。はい、えー。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。この動画気に入っていただけましたらグッドボタン。またチャンネル登録、継続視聴。お知り合いの方にお伝えいただけましたら幸いです。 えまたコメントいつもありがとうございます。励みにさせていただいております。どうぞまたよろしくお願いします。またショート動画始めております。えー、そちらもあの、たくさんの方見ていただいてありがとうございます。えー、どうぞよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。